こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロ U のニットスニーカーは大人の男性に似合うのかというテーマで本音ベースでですね、皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。僕の動画の中では結構 GU だとかユニクロは頻繁に出てくるかなと思うんですが、その中でも圧倒的に多いのはお洋服なんですね。意外とですね、小物類ってそんなにご紹介することがないんですが、まあそれには理由があるんですね。それは後ほどお伝えしたいなと思っているんですが、まあ GU に関してはレザースニーカーだとかグルカサンダル、このあたりをですね、皆さんにお勧めしてたと思うんですが、ユニクロに関しては多分これが初めてだと思うんですね。まあ正直ですね、靴ってそんなにたくさんの量は必要ないと僕は考えていまして、まあどんなに持っていても、まあこれは人にはよるかなと思うんですが、よく使う靴って大体ですね、3、4足ぐらいなのかなと思います。まあ僕自身もこれまでいろんな靴を買ってきまして、まあかなりバリエーションは持ってるんですけども、よく使うものはある程度限定されるかなと思うんですね。まあそんな時に、その限られたよく使う一軍の靴の中に、ユニクロのスニーカーが入るのかというと、ちょっと疑問だなというところがありまして、あまり皆さんにはですね、お伝えしてこなかったんですね。ですが、やはりですね、実際に買った上で、本当にそうなのかというところを検証する必要があるかなと思ったので、今回は実際に買ってきました。はい、実物をお見せしましょう。はい、こんな感じです。はい、商品名はですね、こちら。ユニクロ U のニットスニーカー09のブラックを購入しました。サイズはですね、ちょっと迷ったんですが、26センチを購入しまして、このあたりもちょっと後ほどお話をしたいなと思います。ちょっと失敗したかなと思っています。はい。で、このスニーカーって結構話題になっていて、すでにいろんな動画が上がってるかなと思うんですね。比較的評価がいいので、まあ実際に僕もどうなのかなと思って買ってみたんですが、まあ率直なところ、まあいくつか考えるポイントがあるかなと思っていまして、2つの論点があると思うんですね。まずは価格です。3990円という価格の中で、このスニーカーの価値はどうなのかというところ。そしてもう一つ、先ほども触れましたが、メンズファッションというジャンルの数あるスニーカーの中で、このスニーカーは買う価値があるのか。この二つの論点があるかなと思ってまして、まずは一つ目の方からお話をしていきたいなと思うんですが、まあ3990円で買える靴って、僕はですね、ある程度限られるかなと思ってまして、靴の量販店で買うだとか、あとはファストファッションブランドですね。GU とかであれば買うことができますが、そういった価格帯、もしくはもうちょっと広げて5000円だとか6000円、7000円という範囲の中で考えてみたところでも、このスニーカーの価値はめちゃくちゃ高いと思います。コストパフォーマンスはすごく高いかなと思いますし、まずですね、4000円でこれぐらいですね、上質なスニーカーは手に入らないというところでは、おすすめできるようなものかなと思っています。まあ、いくつかポイントがあるんですが、デザインにおいてはですね、スリッポンスニーカーということで、まあ、ベーシックで使いやすいかなと思うんですね。このようなデザインのもので言うと、代表的なところで言うと、バンズですとか、あとはですね、リビエラのスリッポンというところで、昨年も動画上げてるかなと思うんですね。そのあたりが、こういったカジュアルなスリッポンスニーカーが結構有名なところなんですが、まあそういったものと比べても、よりシンプルで、本当にこう無駄のないようなデザインになってるんですね。そういった意味では、いろんな方が使いやすいようなスニーカーのデザインになってるかなと思います。で、このようなユニクロ U のですね、スリッポン型のスニーカーって以前もありまして、アッパーがブラックでソールがホワイトのものがあったんですね。まあそういったものだと僕の好みの配色で大好きなんですよ。ブラック系のレザースニーカーってこれまでナノユニバースだとか、あとは高いところで言うとコモンプロジェクトだとか、そういったところをご紹介してきましたが、まあ鉄板の配色なんですね。一方でこちらは GU のレザースニーカーもそうだったんですが、オールブラックなんですね。ソールまでブラックということで、ものすごくシンプルに仕上がってるんですね。まあ正直ですね、紐付きのスニーカーよりもこちらのスリッポンの方がカジュアルなんですね。よりサンダル的なアイテムなので、普通の紐付きのものであったら、僕はソールは白ぐらいの方が軽快な感じがして好きなんですけども、こういった紐のないタイプのスリッポンだったら、もう極力シンプルにオールブラックにした方が、僕はまとまりがいいかなと思うので、これはこれですごく仕上がりがいいかなと思います。まあスリッポンタイプであればブラックの方が軍配が上がるかなと思いますね。で、表面がニット素材になっているというところが、かなり特徴的かなと思いますね。ここはですね、履き心地どうなんだろうというところで、
結構ですね、僕の中では疑いの目を持ってですね、見たわけなんですが、履いてみるとすごく履き心地いいですね。なんか4000円ぐらいの靴で履き心地を求めるのはそもそもフェアじゃないと思ってまして、あまり期待してなかったんですね。ですが実際に足を入れてみると程よく足にフィットしてちゃんとですね伸びるんですね。まあビヨンビヨンに伸びてしまうという形ではなくて、程よくホールド感もあって、なおかつ履き心地もいいというところで、これはね仕上がりとしてはすごく良かったなと思います。でニットの感じも結構ですね細かくなっているので、チープな感じは全くしないので、その点もバランスはいいと思います。でソール部分もですねしっかりと硬さがあるんで跳ね返りもあります。なのでサイズ選びは難しいんですよ。かかとが抜けるようなことがないのかなというところが一つ懸念点ではあったんですが、まあ普通に靴下で履いてる分には僕は26センチを選んで全く問題なかったです。ここで僕のね大きな失敗を皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですが、これをどのように履くのかというところでサイズ選びがものすごく重要で変わってくるかなと思うんですね。僕はこれ店頭で買ったので、いつも通り白のスーピマコットの靴下を履いてこちらを試着をしたんですね。まあ、靴下の厚みとしては正直ですね、そんなに厚すぎず薄すぎずというレギュラーな感じなので、まあこれで間違いないかなと思って履いたんですね。そしたら僕の通常サイズで言うとスニーカー26を選ぶことが多いんですが、そこで全く問題がなく、歩いてみてもかかとが抜けることもなかったんですね。ですのでこのまま買ってしまったんですね。ただこれをどのように履くのかっていうところでサイズ選びは結構違ってきて、裸足で履くだとか、あとはいわゆるベリーショートソックスと呼ばれるようなかなり薄手で足の先だけをカバーするような靴下だともっと薄いので、ちょっとサイズが大きかったんですね。ここはですねちょっとやっちまった感があるので、ぜひ皆さんにもサイズ選びにはとことん気をつけていただきたいなと思うんですね。これなぜかというと、僕は26センチを買いましたが、本来であれば 25.5 センチを選ぶのがベストだったと思うんですね。ただそういった中間のサイズがないんですよ。26の下は25センチなので、25だとちょっとさすがに靴下を履いた時にきついなという感じがしたんですね。なので26で履いてみたところ、かかとの抜けがなかったのでこちらを選んだわけなんですが、ちょっとそうすると薄手の靴下素足だとややかかとが抜ける感じがあるかなというところで、まあ履き方次第だなというところは皆さんにはお伝えをしたかったなと思うんですね。ちゃんと考えて買えばよかったという後悔はありますね。例えば僕が普段履いてるような普通の白のソックスだとか、あとはボーダーのソックスだとか、厚みがレギュラーのものであれば、僕はなんか通常サイズでもそんなに問題はないかなと思うんですね。ただ薄手のソックスもしくは素足で履くようなスタイルが多かったら、あえてちょっとちっちゃめを選んだ方が良かったんじゃないのかなと思います。しかも素材的に結構ニットなので、そこそこ履いてたら馴染んでくるんじゃないのかなというところも、ちょっとね深く考えるべきだったなという反省点はありますので、皆さんはぜひですねよく検討しながら試着をしていただきたいんですね。できれば、まあ、今回ですね後でどのようなコーディネートに合うのかっていうところも皆さんにお見せしますが、レギュラーの白ソックス履くのか、もしくはベリーショートソックス履くのかでも全然見え方も違いますし、サイズ選びも違うので、それによってサイズ感はしっかりと皆さんは、吟味していただきたいなと思うんですね。皆さんが想定する靴下を履いて試着に行った方が絶対にいいと思うので、そのあたりはぜひ頭の片隅に置いていただければなと思います。そしてもう一つですね、ここは大事な点なんですが、メンズファッションにおける様々なシューズの中で、じゃあこのスリッポンスニーカーを選ぶべき価値があるのかというところなんですが、これはですね正直微妙なところですね。これは選ぶべき人もいれば見送ってもいい人もいるかなと思ってるんですね。というのもこのスリッポンスニーカーはどのような場面に合うのかというと、正直ですね、おしゃれをしてお出かけをしたい時にこれを選ぶというのは僕はあまり想定ができないなと思っていまして、シューズの形状だとか、あとは価格帯ですね、そういったところを考慮すると一番適しているのはワンマイルウェアとして活用する方法だと思うんですね。自宅から3キロ以内ですね。そういったところを想定して使うのがもうジャストな使い方だと思うんですね。そういった面では僕は事務所だとか自宅から気軽にですね、お買い物に行ったりだとか、ちょっと子供と出かけるという分に履くにはものすごく活用できるシューズだと思うので、買ってもいいシューズだと思っているんですね。特にサンダルってめちゃくちゃいいんだけども、
肌の見える分量も多いし、かなりカジュアルに見えるので、ちょっと抵抗があるんだよなという方、少なくないかなと思うんですね。特にサンダルで子供に足踏まれたりするとめちゃくちゃ痛かったりするんですが、そういった面でもこういったスリッポンスニーカー、なおかつニット素材ということで、もう本当に履き心地がいいんですね。サクッと履いてそのまま出かけられるという点では、ほぼサンダルと変わらないぐらい使い勝手がいいです。リビエラのサンダルもものすごくいいんですが、そういったものに比べても履き心地の面では圧倒的にこっちの方が軍配が上がります。なのでワンマイルというところではこれはものすごく活用できるかなとは思うんですね。なのでサンダルのように履くという方であれば、僕はたくさんあるスニーカーの中でもこれを選ぶ価値はあるかなと思うんですが、一方でお出かけ用だとかおしゃれをして決め込んでいくっていうところでは、これはそんなにですね、僕は重要度は感じないなというところが率直な感想です。なのでこれは使い方次第だと思うんですね。ですので僕の中ではワンマイル的に使うのであれば、これはかなり使い勝手がいいと思うし、4000円で買えて、なおかつルメールのデザインでバランスもいいです。まあシルエットで言うと、あまり太すぎずに細すぎずにというところで、すごくベーシックだと思うんですよ。太すぎるとやぼったく見えて子供っぽく見えるし、細すぎるとちょっとやんちゃ感というかギラギラ感が出てしまうので、まあ程よい丸みかなとは思っています。もうちょっとシャープでも悪くはなかったかなというところが本音ではありますが、まあバランスはいいと思うんですよ。まあこのようなバランスのいいスニーカーが4000円で買えるというところでは、僕の考え方は改めなくちゃいけないなというところで、ユニクロのスニーカーもすごくですね、マストバイに入ってくるものなのかなとは思っています。じゃあこれをですね、どのように活用するのかというところで、この後実際に履いてみたいと思います。どのようなボトムスと相性がいいのかというところまで落とし込むことで、皆さんもきっとこのスニーカーが使いやすくなるかなと思うので、ぜひですね、履いた状態も見ていただければなと思っています。まあ、こんな感じで、こちらのチャンネルではメンズファッションの部分をですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということで実際に履いてみました。どうでしょうか。まあ、結構遠目で見ていただいている感じではあるかなと思うんですが、かなりシンプルですね。まあ、デザイン的にはですね、履いてみるとよりこうサイドから見た感じもすごく綺麗な曲線が描かれていて、まあ、バランスの良い仕上がりかなと思いますね。まあ、かなりですね、カジュアルな見た目の割には履いてみると大人っぽく見えるのがですね、一つの特徴かなと思います。はい。履き心地に関してはですね、ソールですね。かなりこれがもちっとした感じで柔らかく足にフィットしてるところがですね、独特だなと思います。先ほど見せ忘れたんですが、こんな形でソールがですね、クッション性の高いものをプニプニしてるんですね。肌触りもいいし、この感じはね、癖になるというか、履き心地はかなりいいです。アッパーのニットの感じも締め付け感はそこまで強くないし、伸びすぎる感じもないので、履き心地に関してはかなり驚きがありますね。今までこういった類の靴はあまり履いたことがないかなというぐらい、結構ワンマイルシューズとしては満足感のある履き心地かなと思います。これはね、皆さんも実際に試着をしてもらうとわかるかなと思うんですが、結構こういった楽なシューズにしては圧倒的な他との違いはですね、感じられるかなと思いますね。かなり反発性が高いです。うん。このあたりはすごくいいんじゃないかなと思いますね。そして、コーディネートについてちょっと見ていきたいなと思うんですが、まずはめちゃくちゃシンプルに、白 T シャツにスマートアンクルパンツですね。こういったものを合わせてみました。まあ、こんな感じで、ドシンプルな中に履いてみてもですね、まあ、そんなに悪くはないんですが、ちなみに今、靴下履いてます。白ソックスで合わせてますが、いかがでしょうか？僕は違和感が結構ありますね。なので、このような今っぽい白ソックスと合わせるのは、ちょっとイマイチかもしれないなと思ってるんですね。そこで、靴下途中で履くのもちょっとあれだったので、最初に履いた状態なんですが、脱ぐ方が簡単ですね。はい、靴下ちょっと脱いでみましょうか。脱いだ状態でお見せしますと、またね、全然イメージが変わってくるかなと思いますね。素足が見えることで、だいぶ抜け感みたいなものが出てくるんですね。どうでしょうか？こうした感じで見てみるとですね、横から見ても、ちょうどこう、ノンクッションぐらいに仕立ててあるので、いわゆるですね、靴と靴のこのですね、切り込みの部分と、足、この裾の部分に隙間ができるんですね。ここに軽快な感じが出るので、まあ夏のスリッポンとしてはこんな感じで履いてもらうのは大いにありかなと思いますね。
なので結論を言うと、白ソックスとかレギュラーソックスのような厚みのあるもので履くというよりは、素足なのか、あとはですね、ベリーショートソックスのようなほとんど履いた時にこう存在感がないような靴下で履くのがベストかなと思いますね。まあそういった靴下って結構薄手だったりするので、サイズ選びが結構重要かなと思います。皆さんこのシューズを買いに行く時には、必ずユニクロのベリーショートソックスを履いて買いに行くと、まあサイズ選び失敗がないかなと思いますね。ちなみに僕は26センチを選んだんですが、これ歩いてみるとどうかな？かかとの抜けは、そうだな、多少あるけど、ものすごくあるかっていうとそんなことはない。自然に歩く分では抜けないんですが、ちょっとしたカポカポ感があるので、やっぱり25の方が良かったかなとは思いますが、サイズを1個下げることで、横幅とかそういったところも小さくなるので、その時に横の感じが痛くないかとか、前の詰まり具合ですね。ここがあんまり詰まってるスニーカーって僕好きではないので、ちょっと微妙かもしれないですね。スリッポンタイプって紐靴と違って、調整ができないので、そのあたりのサイズの選び方は難しいかなと思うので、足に合う人と合わない人がいるというところは理解をしておいた方がいいと思います。特に普段ですね、間のサイズ 25.5 センチとかを履いている方とか、そういう方はひょっとしたら合わない可能性もあるかもしれないですね。できれば普段の選んでるサイズよりも 0.5 センチ小さめぐらいがベストかなとは思います。まあそれを踏まえた上でサイズ選びは慎重にってとこですね。僕はやや大きいかなというところで、25でもちょっときついし、26でもちょっと大きいってとこで、ちょうど間のサイズがあったらもうジャストだったなというところで、そこはですね、ちょっと難しいところではあるかなとは思っています。まあ、このような感じでスマートアンクルパンツのようなイージーパンツなんですけども、ちょっとこうスラックスみたいなものでこのように合わせると、ちょっとこうモード感があるような見え方というか、レザーシューズを履いているような小綺麗さもちょっと漂うので、これはこれでなんか見え方としてはいいかなと思うので、まあ、ぜひスマートアンクルパンツ、ブラックとかで合わせるのもいいんじゃないのかなと思います。ちょっと他にもですね、色とかも変えて履いてみたいと思いますので、着替えてみますね。はい、続いてですね、こちらは実はダークグレーなんですね。あんまり見た目変わんなかったかなと思うんですが、まあ靴がブラックでボトムスもブラックだとちょっと重たいかなと思ったので、ちょっとダークグレーぐらいのスラックスを履いていました。もちろんもうちょっと明るめのグレーとかでもいいかなと思うんですが、こういったグレー系のパンツとかなり相性がいいと思いましたね。全部一色で収めてしまうのも、それまたなんか足長効果があって悪くはないんですが、ちょっと単調かなと思うので、こういったグレー系のスラックスが一番ハマりがいいんじゃないかなと思いますね。まあこちらはグリーンレベルのものなんですが、ユニコで言うと感動パンツだとか、まあそのあたりも良かったりするし、あとは以前の動画の中でも解説をしましたタックテーパードパンツですね。あのグレーも結構いい色なので、そういった組み合わせもいいんじゃないですかね。ベストな組み合わせはこういったグレー、ミディアムグレーからダークグレーのイージーパンツと合わせるっていうのが一番相性がいいような気がしますね。こんな感じで、まあ、T シャツも今白ですけども、ユニクロのエアリズムだったら何でも合いますので、パープルを選んでもいいし、あとはダークグレーみたいなものもいいかなと思うので、まあ、そういった形で色の差をつけるのもいいと思うので、これはね、グレーパンツは正解な気がしますね。はい、そんな形でですね、見ていただきたいなと思います。続いてまた、デニムとかもいいのかな？ちょっとそれも試してみたいと思います。はい、続いてデニムに着替えてみました。白 T デニムだとちょっとこう吉田栄作感がありますが、まあこんな形で合わせるのも悪くはないと思いますね。まあデニム、リジット系のデニムとこのようなブラックのスリッポン、結構相性いいんじゃないですかね。これも悪くないと思いますね。まあ細身のデニムだとか、まああんまりゆったりとした感じよりは、普通の足にフィットしたような形のものの方が相性がいいかなと思いますが、まあこんな合わせもですね、悪くないですね。デニムはカジュアルなんですが、スリッポン、まあ形状はカジュアルなんだけども、色がブラックということで、一定の綺麗さもあるので、この合わせ方も決して悪くはないかなと思うので、一つ試してみる価値はあるかなと思いますね。なかなかデニムとも相性良さそうです。ぜひこちらもですね、皆さんお手持ちもと合わせていただければなと思います。はい、続いて白パンはどうかなと思って履いてみました。ちょっと上の T シャツは白パンに白 T だと明らかにちょっとこう違和感があるので、着替えました。同じくユニクロ U のグレーの方にしましたが、両方ですね、ユニクロです。ユニクロのストレートの
ホワイトデニムを履いていますが、まあ、このような組み合わせも悪くはないと思いますね。ホワイトとブラックというところで配色的には悪くないので、これも合わないということはないです。なるほど、意外と履いてみるといろんなものに合うなっていうのは感じますが、この着こなしが、まあ、ベストかというとなかなか難しいかなと思うんですが、一応白デニムも合わないことはないよというところは、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラストはショートパンツを合わせてみました、まあ、ユニコーンのギアショーツを履いてみたわけなんですが、この相性は僕はすごくいいと思いました。ショートパンツというかなりカジュアルなものに対して足元をサンダルというのも、まあ、悪くはないんですが、ちょっとですねカジュアルすぎるかなという不安な気持ちもある中で、足元をこういったブラック系のスリッポンにすることで適度にシャープさが出るので、これはね相性がいいと思います。まさに夏の暑い時にはこのような着こなし、ちょっとこうカラーレンズの入ったサングラスっぽいものをかけながらワンマイルウェア的に着てもらうのは全然いいかなと思いますね。白レザースニーカーとかもいいんだけども、ちょっとショートパンツだとなんか硬いかな、もうちょっとカジュアル感出したいかなというところで、このようなスリッポンという形状なんだけどもブラックにすることでカジュアルすぎないっていうバランスが結構いいかなと思うので、使い方としてはこれベストかもしれないですね。やっぱり考えてみれば見るほど、このスリッポンのブラックは、おしゃれ着として綺麗に履くというよりは、もうワンマイルウェア的にサクッと履くのがいいと思うので、こういった、もう本当に T シャツ短パンのスタイルなんだけども、色数を抑えて大人っぽくっていう感じには、ハマりがいいかなと思うので、まあ、ぜひこのような着こなしでですね、皆さんも使っていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではユニクロ U のニットスニーカーですね、こちらを本音で皆さんにレビューをさせていただきました。結論を言うと良かったです、まあ、実際に履いてみていろんな着こなしに落とし込んでみるとかなり使い勝手の良さを感じたんですね。これにはあんまり合わないよねというのがなかったので、そういった意味では一足あるとすごく便利かなとは思いました。ただですね、その中でもより合いやすいスタイルというのは最後にご紹介した短パンのコーディネートかなと思います。やはりですね、ワンマイル的に使ってもらうのが一番で、おしゃれをしようという時のそういったスニーカーではなくて、気軽にお散歩をしたりだとか、あとはちょっとしたお買い物をする時なんかには、これ一足あれば、ちゃんとですね、バランスよくコーディネートが収まるので、頭を使わずに一定の綺麗さを出せるという意味では、非常に使い勝手がいいと思います。価格も3990円ということで、これほどコストパフォーマンスの高い靴はないと思うので、まあおすすめできるスニーカーの一つかなとは思っています。ただ、すべてがメリットだけではなくて、サイズ選びが難しいというところがありますので、ぜひ皆さんもですね、こちらはベリーショートソックスが一番合うかなと思うので、そちらの靴下を履いて、売り場に行って試着をしていただくというところ、通常サイズよりも少し小さめを選んだ方がいいかなと思いますので、実際に履いて歩いてみて、かかとが抜けないかどうか、そこをちゃんとですね、判断しながら購入をしてみると間違いがないかなと思います。ぜひ皆さんもですね、サンダルだけではなくて、ちょっと綺麗めのワンマイルシューズとして、こういったユニクロ U のスニーカー検討していただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルではメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説は、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。また、なかなか動画をチェックする時間がないという方はですね、文章と写真で構成されているオンラインサロンがおすすめです。1日にだいたい5記事くらいのペースで最新のアイテムですとかコーディネートの解説を行っていますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。